はい、じゃあ、この単元ラストになるね。3次方程式とか4次方程式とましょう。え、工事方程式を解くときね。工事方程式何かって言ったら、3次方程式とか4次方程式とか。2次方程式は解けるじゃん。1次方程式も解けるでしょ。で、これはやらないとりあえずね。え、工事方程式3次とか4次とか。 高校ではこの二つしかやらんけい。えー、こういう時にどうやって解きますかっていう問題です。基本的には因数分解をして解くことになります。でね、因数分解の仕方が、一応よ。一応3パターンある。えー、ごく単純に3乗の公式を使って因数分解するやつ。置き換えを使って因数分解するやつ。 この二つは一般的には比較的簡単なものなんだね。簡単で特殊なものになります。でなかなかこうはいかんね。なかなかこうはいかないので、三番目。因数定理。前回やったよね。因数定理を使って因数分解するパターンの方程式です。で、基本的には高校の問題だったらこれをやれば全ていけます。 まだ3番使えばすべていけるんだけど、まあ、時間かかるじゃね、い。代入せねえ圏形ね、数字をね。代入せねえ圏のんで、時間がかかる。だから、可能な限り1番、2番があるんだったら、それでやる方がいいよってことです。OK。だから1番、2番が特殊で、3番がま、一般的な、一般的な解き方だと思ってくれたらいいです。OK。で、まずそこまで確認してもらって、問題を実際に、ね。 えー、一番初めのやつはこれ一番の問題。ごく単純に3乗の因数分解を使います。3乗の因数分解ちゃんと覚えておかね。えー、こうなるんだから大丈夫かな。えー、a+b 乗,乗の因数分解はこっちが足し算で後ろ a2 乗をマイナスにして2じゃないけどね ab だけねの2乗とやるのが。 えー、三次方程式三次か。三次式の因数分解ね。で、引き算だったら、引き算にして、後ろ側の方を足し算にすると。2ではないね。OK。で、これ解けばいいと。ここから、x が2っていうことは分かるよね。2っていうことは分かるよね。で、右側の方これは解の方式で解くと。2分のマイナス b プラスマイナスルート、えー、b2 乗をマイナス 4ac。 そうなるとえこう、ねえー、マイナス4かけ4なので、えー、16マイナス12よねマイナス12ってことは 12i 12は、えー、2ルート 3i には同時に全部約分いけるからマイナス1プラスマイナスルート 3i っていうのが答えとしてもう一個出てくる こ、okay、これが答えってことね。そんなに難しいことやってないのかからね単純に因数分解していつも通りやればいいと。OK じゃあ次いってみるよ。次は4乗が出てきたと。4乗が出てきてこれね大体いい4乗を2乗をえ定数項みたいな形になっとったら置き換えのパターンが多い。置き換えてみよう。えー、置き換えは x2 乗をそうだな、大文字の a と置くことにしようか。 そうすると、a の2乗足す 8a-9 イコール0なのが分かる。だよね。で、えー、単純に因数分解します。こうだね。ってことは、a はマイナス9か1です。で、ここで元に戻したら、なんだかね。マイナス9と1です。ってことは、x は。 プラススマイナ 3i なるのこっち側か,、ね、からプラスマイナス 3i。で、もう片方の方からプラスマイナス1、e、が出てくる。OK。プラスマイナス 3i とプラスマイナス1と。OK。これが2番目のパターンね。で、それをどうしようもないと。全部これを使うのが難しいと。2つとも無理だっていうのはこの3番目の問題ね。これは3番の因数定理を使う問題で じゃあ何を代入したら考えてみようって普通は1から代入してみるもんよ1から代入してみると1ひく6かけ1たす11かけ1ひく6計算するとお0になるね。0になるってことは x-1 は1個目の括弧の先頭になると言いたいよねで、えー、組み立て情報でやってみようと組み立て情報もできるようになっとってねマイナス61本線引いて赤に変えようか えー、そのまま下ろす、掛け算する、足す、掛け算する、足す、掛け算する、足す。ってことは、x2 乗マイナス 5x プラス6イコール0となるッ OK。で、えー、右側中で書いたところは、さらに因数分解が。できるよね。2乗って書いてもね。さらに因数分解ができるよね2乗って書いてるねさらに因数分解ができるよね マイナス3だから x イコール1とすと3ですってことが分かる。OK、そんなに難しいことはないよね。因数分解しなさいって言ったときはとにかく。因数分解をして解きなさいと言いたい。で、その因数分解の方法が、えー、二次方程式だったら解の、えー、たすき分けと、えー、普通の因数分解。で、できなかったら解の公式ってことがあるだよね。 三次方程式にも本当は解の公式あるんだけど、高校では習わないので、とい一般的には習わないので、えー、そのまま因数分解できんかったら、まあ、解けないわな。で、因数分解をできずに解けないっていう問題はないんで、必ず1回は、さっきのあの1番のやつみたいなね、必ず1回は因数分解ができて、その後解の公式を使うってことはあり得る。OK。で、確認として、 えー、これ三次方程式ね。これ四次方程式、三次方程式。解を複素数まで広げたときに、複素数まで OK ですよと、相つけてもいいですよって、そこまで広げたら、えー、三次方程式の解は3つ必ずあります。四次方程式だったら必ず4つあります。さっき待ってね。さっきは、えー、x が2と、一、えー、プラスマイナス1だったかな。マイナス1プラスマイナスルート 3i だったっけ 覚えてないんだけどえー、プラスマイナス、だから、えー、2と、プラスの方とマイナスの方で3つあったよね。で、こっちにプラスマイナス 3i と、プラスマイナス1だったんで、これは、プラスマイナス、プラスマイナスで4つあるよね。この3乗定式答え1と2と3、3つあったよね。OK。必ず、そうなるんで、確認としてし、あのー、できるようにしとき。確認できるようにしといたら、あとあと楽ですわ。OK。これ、答え1つしかないけど、大丈夫かなとか、ね。 大丈夫な場合もあるんよあの、十回ってのがあるわけね。全部答え一緒でしたみたいな。そういうこともあるので、えー、ぱっと見必ず3つ4つあるわけじゃないけども、その十回が、例えば因数分解したら、こうなっとったとしたら、答え2つしか出んよ2つしかなんけど、2乗って書いてあるから、これ2つ分と扱うんオね。OK。そういうのを十回というんだけど、まあ、これは、なんだあの、応用問題を解くときに、ちょっと重要なことになるんで、 また確認しとってしいんですがそういうことね。因数分解すれば解けるという。で、答えは N 次方程式だったら答え N 個ある系ね。知っといてください。よろしいでしょうか。で、えここ文章題があるんよ。えー、方程式の係数を求める問題の、えー、応用編があるんですけど、応用編は、まあ、ちょっと応用編なんで、ここでは、えー、細かい解説はしませんが、一応やり方としてね。 解が与えられてるから、二つか一つか分からんけども。えー、何個か与えられているので、その解を x に代入して、えー、改めて方程式。これ連立方程式でできることが多いんだけど、連立方程式を解く。もしくは、複素数の初めの時にやった複素数の相当。あれを使って、解くこともある。 あれをを使って係数を決めることもここのどっちかになりますでこれはちょっとあの説明が長くなるんで、また、あの、近くの先生に聞くなり、自分で解決するなりしてくださいね。動画はまた改めて作る予定ですけど、とりあえずは基本的なところだけ押さえるんでね、この動画ではここまでにしておきます。えー、以上でね、複、えー、素数から因数定理、方程式までの流れが一通り終わります。多分動画が、えー、っと、5つか6つかになっとると思うんで、えー、軽く確認するときに使ってくださいね。 よろしいでしょうか以上ですありがとうございました